え、本日はですね、僕の動画説明欄とかに設置しているお便りフォーム。えー、僕へお便りが送れるよというですね、ところからですね、寄せられた質問に答えていこうかなと。えー、これ以前結構やったんですけど、最近やってなかったなと思ってですね、ちょっとせっかくね、いただいた質問とかお便りに答えていこうかなと思います。で、前ね、えー、なるべく全質問に答えたいんですが、どこまで前答えたかわかんないんで、ちょっと新しい順で答えていきたいかと思います。はい。まあ、とりあえず一発目。え、今ね、全部で95個の質問が来ていらっ、いますね。はい。 で、じゃあ、記念すべく95声、最新の質問ですね。えー、サトリアニさん、えー、僕はギターをやったことがあるんですけど、ベースのことについてあまり知りません。そこで久保さんに質問です。弾きやすいベースのメーカーなど教えてくれませんか久保さん目線で構いません。またいくらくらいの価格帯いいのか教えてください。という質問でございます。まあ、これは、えーと、何だろうな、そのギターがやったことあるから、えっ、ー、と、 なんだろうな、このメーカーがおすすめだよとかそういうのはあんまりないのと、あとやっぱ価格帯に関してはやっぱりむずいです。もうだってぶっちゃけ、まあなるべく、うーん正直高いければ高いだけやっぱり品質はいいので、まあちょっと誤解を恐れず言ってますけど、えー、まあ、 ある程度は価格に比例して品質曲がるので、まあもちろん予算があればあるだけ、えー、いいという部分はあるんですが、まあ多分、えー、本人のお財布事情によるところがあるので、まあその辺はなんともという感じですが、まあ、えー、お財布さえ許せれば、まあ、えー、20万、30万クラス行言っても全然いいのかなという感じです。はい。まあなんか具体的にこのメーカーがいいとかっていうのはむずいよね。そのギターがやったことある人に具体的にこのメーカーがおすすめっていうのはあんまないかなという感じでございます。はい。お便りありがとうございます。はい。 続いて、えーと、さマジり、たしロピエール、ラーメンさんですね。ひどいな、そのニックネーム。<laughs> はい、えー、2本目のベースの購入を考えているんですが、ワーウィックのベースに興味を持ちました。調べてみると、ロックベースというのがあるらしく、評判がバラバラで、実際のところどうなんでしょうか。久保さんなりの考えが聞きたいです。ということで、ワーウィックはね、 あのー、本家というかガチのワービックってやっぱすげえ値段が高いのですよ。で、ワービックは親切なことに、まあ割とね、えー、コスパの良いモデル、まあ生産国を、まあ、 ね、あっちの国にしたりとか、まあ、多少ね、財のグレードを落としたりとかで、まあ、割とお求めやすい、えー、グレードのワービックっていうのが出ていて、それがまあ、ロックベースとかね、そういったシリーズなんですけど、確かに評価がね、どんしゃりです。評価がいいよっていう人もいれば、良くないよっていう人もいて、すごくね、この評価のどんしゃり感が、えー、ロックベースはあるんですけど、えっ、ー、とね、むずいのが、割と中古とかを見てると、やっぱネックにトラブルを抱えてるものがちらほら、えー、見受けられます。まあ、 結構ね、このワーウィックの本家とかだとそんなでもないじゃないのかもしれないけどね、結構その、なんだろうな、環境によるのか、まあそのユーザーの使い方とかによるのか、それともそもそもの、えー、特性なのかわかんないけど、結構このネックにトラブルを抱えてるね、このロックベースシリーズ、ネックにトラブル抱えてるものが多くて、だから中古とかで選ぶ場合は、その辺を少し注意してみるといいのかなという感じです。特にね、ワーウィックとかの、ね、中古とかだと、程度がね、結構その、 やっぱ、どんしゃりなんですよ <laughs>。あの、そう、ネックにトラブル抱えてるのもあるし、あとガシガシ弾く系のね、まあ、ジャンル的にそういうのが好きな人も多いのかもしれないけど、結構ガシガシ弾いてる系で、ダメージが多かったりするのもあるんですよね。でそういうのを見るときはちょっと気をつけてみるといいのかなと思います。はい。まあ、別に品質というか、そもそも新品の、その音の感じ者はやっぱりワーウィックっぽくていいと思います。もちろん、その本気にはかなわない感はあるんだけど、 まあまあまあ、全然でも、ワービック感、お手頃にワービック感を味わうという意味では、すごくいい調子なのかなと思います。はい。ん、えっと、続いての質問で。えー、93、よし D さん。自分はもともとギターをやっていて、最近曲の理解のためベースを買って練習しているのですが、楽器屋で店員さんが弾いたフレ弾いていたベースと音の出方やフレーズの作り方が違うような気がしています。そこでギタリストがギターの感覚で、とりあえずベースを弾いてしまった際にありがちなことや、その改善方法を教えていただけると嬉しいです。 また、自分はメタルが好きで思いピック引きをしてるんで、そういったジャンルでギターの感覚で弾くとよろしくないことを中心に教えていただけるとありがたいです。ということで、まあ、ギターやってる人がベース持つと、まず、えっと、特徴的というか、まあ、最初にまずはやっぱこの弦の太さに対するピッキングの、うんとコントロールが結構違う人が多いかなという感じです。まあ、そればっかり練習しなきゃいけないってだけなんですけど、単純にね、えっと、ギターでいくと、あ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 、 ちょっと待ってこれが落っこ,っちゃった <laughs> これが,こ,れがこ,ちょこのねマジで両面テープがねほんとねこれいけてないよねちょっとこれたまにね落ちるんですよ、うん、まあちょっとそれも置いとくとして、はい、えっとねピックがピックがピックがちょっと待ってあ,あっここにあるな はい、えっ、ー、とね、ギターっていう、ギターのピッキングっていうのは、まあ単純にさ、まあベースに比べて普通に弦が細いわけさ。で、細い弦に対して、こう、まあピッキングをしていくのだけど、そうすると、まあ結構ここのホール、指と指でこのピックホールドするこの力は、まあ極限まで緩いというか弱めに持つんだよね。その必要以上にこう握り締める必要がなくて、かなり弱い力で、えー、持てる。 で特に、えー、あと、ギタリストとかで、まあ、なんだろう、ヌーノとかさ、ヌーノベッテンコートとかにがやるんだけど、こう、指先でこう、こねこね回すようなピッキングとか、こういうのが、まあ、結構、メタル系の人だと、ね、こういう、こういうピッキングだよね。はい。こういう風にピッキングする人の方が多くて、で、これをベースでやっちゃうと、やっぱり結構ね、えー、まあ、くかないというよりは、えっ、ー、と、弦がね、ここが、ここが、 めっちゃ緩いね。えっ、ー、と、弦がね、鳴らしきらないという感じがあるので、まあそういうのがギタリストがベースをいきなり持つと、こういうことになるかなと。この、こういうこねくりマすスキでいくと、やっぱりどうしても、えっ、ー、と、この弦を鳴らしきらないというか、いう感じなんですよね。 はい、で、特にメタル系なんかだと、やっぱり一音一音をしっかりこう、鳴らさなきゃいけないので、や、まあ、なんか弦の太さが違うっていうのが大きいよね。で、それに対するピッキングっていうのを、やっぱ根本的に、うんと考える必要があるのかなと。ただ、なんか結果的になんか求めているものとか必要なものは一緒なんですよね。このピッキングで弦を鳴らすっていう動作で、大事なことはどっちも一緒だと思います。ギターもベースも。はい。まあそういうとこかな。まあなんかピッキングっすよね、とにかく。うん。 はい、そんな感じ。えー、と続いて、はいえー、サザン・ファールさん。今、僕はベースを探しています。その中で見つけたサーのクラシック J というベースの音に魅了されました。しかし、ここで問題が発生しました。まず1つが値段がそこそこするということです。そしてもう1つがあんまり日本に流通していないということです。そこでお願いがありますこ。それはこのベースのシリーズに近い音とが鳴るベースを教えていただいたら幸いです。応援してますので、頑張ってください。 ええとね、サーの、ま、つまり、まずサーの、サーって時点ですごく値段が確かに、えー、高額なブランドかと思います。で、クラシック J っていうの自体は結構シンプルなパッシブのジャズベースです。ただ、ええー、と、そのヴィンテージライクな、えー、装備じゃなくて割と、まあ、今っぽい、まあ、現代でパッシブジャズベース作るならっていうようなスペックなのさ。ええー、と、例えばサテンフィニッシュって、 まあネックの裏がこの木のさ、え地肌っぽい触り心地のフィニッシュ、サテンフィニッシュ。これってのはまあ昔のフェンダーっていうよりは、あの、サドウスキーとかさ、えまあちょっと今っぽいね、えーベースとかで使われてるような仕様の、まあこのね、ネックの塗装の手法で、そういうのだったり、あと、ピックアップ自体がアルニコ5っていうピックアップを使ってて、そこはね、結構ヴィンテージっぽいテイストの、 ピックアップなんですよね。で、アルニコ5自体は、えっ、ー、と、セイムアダンカンとかでリプレイスのピックアップが出ているぐらい定番な、まあ、磁石の素材だよね。なんか要するにアルニコ5って。というのを使ってたり、結構ね、シンプルめなジャズベかつ、まあ、いわゆるモダンな装備みたいな、えー、ジャズベなんですよね。だそうなってくると、うんと、まあもちろん、これ、どこまで近い音というか、近いテイストが欲しいかっていうのはむずいところで、単純にジャズベの音が欲しければ、もう、 なんだろうな、スクワイヤーから、えー、ベンダーから、えー、バッカスやらって、いろんなね、ジャズベを買えばいいし、もう、なるべくでも近づけたいってあれば、さっき言ったように、サテンフィニッシュであったりとか、アルニコ5のマグネット使ってるピックアップだったりとか、 まあ、あと、えっ、ー、と、ペグがヒップショットとかね、後藤じゃなくてヒップショット使ってるとかね、えー、いうあたりのスペックのベースとかを選んでみるといいのかなと思いますで。具体的にそれどこやねんっていうと、またそれはちょっと昔どこなんだけど、でも、まあまあハイエンド気味なパッシブジャズベであれば、テイストは近いんじゃないかなと思います。ちょっとその、音自体がどうかっていうのは、俺もこのサーのクラシック J を弾いたことはないからなと思うんだけど、まあでもその、モダンなスペックをまとったパッシブジャズベ。 うんとかなら近いんじゃないかな例えばレイクランドとかねえー、あたりかなまあそんな感じで参考にしていただければ。はい。えー、続いてピッターさん。ボックスの、アディオ、エアー、BS、ああ、米安だね。えっ、ー、と、ボックスのね、えっ、ー、と、米安、Bluetooth とかが対応してる米安があって、 ええとね、俺あんまりそれで、ね、なんか惹かれなかったんだよな、なんか。<laughs> <laughs> うん。なんか、えっと、Bluetooth とかで音源が使えたり、まあ、あと、米ンとして、えー、バッテリーでね、駆動とかできるっていう感じですよね。えー、ちょっと機会があったらレビューしたいかと思います。はい。えー、続いて、島県さん、えー、久保さん、はじめまして。 いつも動画楽しく拝見させていただきます。今後、作編曲メインで活動してきていたりそうです。最近なんかこうギターの人からも質問が来るようになったね。ギターの動画とか出すようになったからかな <laughs>。うん、いいことですね。ありがとうございます。はい。えー、拓用のベース選びで悩んでいます。現在ソフトンアはモドベースを使用していますが、やはり実際に楽器に触ってフレーズを作りたいです。 うん、わかる、うん。まず悩んでるのが、4弦5弦どっちらのベースにするのかです。削減曲となると、音域の広い楽器の方が様々な楽曲に対応できるため、5弦の方がいいかなってイメージがあります。4弦ベースのメリットの動画では、4、あ、動画見ていただいてますね。ありがとうございます、えー。4弦ベースの方が創造性が高まるとおっしゃっていました。ギターで感じていることなんですが、ドロップ D チューニングで曲やリフを作ろうとすると、6弦の解放を使いがちで2回とフレーズが生まれてしまうことが多々あります。よく耳にします。まあ、よく聞きますね。6弦、ドロップ D 系は。 語源ベースも同じような現象が起こるんでしょうかまた、ジャズベプレベどちらのタイプにするのかも迷っています。うん。個人的に気になっているのは、4弦のプレベタイプです。理由は単純に音が好きだからです。ギター液のため、E より下に弦があるのが気持ち悪く感想で、5弦の恐怖心もあります。皆さやメーカーは気にせず、ギタリストや作編曲などの違う立場の人のためのベースラビー方について久保さんの見解を教えていただきたいです。ということで、えっ、ー、と、まあ、作家の人だよね。作家の人で、 まあ、ベース、今まで落ち込みしてて、実際に触ってみ、て見るべきってそれはすごく俺は良いことだと思って、まあ確かに、実際にベースを触って、実際にベースを使って作曲すると、さらに可能性とか幅が広がっていいと思います。で、そこで5弦にするか4弦にするかなんだけど、正直ね、大差ないんだよね。うん、どっち買ってもね、大差ない <laughs>。まあもちろん5弦の方が音域が広い、低い方にね、音域が広いので、それはそれでメリットではあるのだけど、 別にだからといって、それでアドバンテージになるかって、そう、やっぱりそうでもないんだよねっていうところで、特に4弦のプレベタイプの音とかが好きって言ってるし、まあ別に5弦かても4弦かてもどっちでもいいんじゃないという感じです。で、それなりに多分作家の方で知識がある方だと思うので、正直ね、 どっちを買っても、えっ、ー、と、正解っていう感じなんですよね。うんと、例えばさ、4弦を買って、やっぱり5弦買えばよかったなって思ったとしても、それは4弦を買ったから気づけたことなのさ。で、だから、 まあだから、どっち買っても正解だし、どっちを買っても正解じゃないというか。まあ買って、まあだから自分が選択した行動を、まあね、そこから買ってから自分がどうするかで、まあ、その時の選択を正解にするか不正解にするかというか。っていうか、なんだろ、無理やり正解ってことにするみたいな、えいう感じなので、すっごいぼんやりした話をしてるけど。まあそんな感じなので、どっち買ってもね、大丈夫だと思います。この場合は別に。うん。普通にまあだから、なんだろうな、4弦を買って、 けけけば別にギターと同じ感覚で弾けるわけだからまあそれでもいいんじゃないかなっていう感じはします普通にだからあと作家の人だったらわかるかもしれないけど E フラットとか D とかの、えー、曲をつよく作るとかっていう場合は語源ベースがあるとまあ便利だったりしますよねうんはい続いて MC さんいつも 動画を見て勉強させていただきます。今度ライブがあるんですが、曲によってベースを2本使い分けようと考えています。AB ボックスやワンループボックスなどいろいろ機材があると思うんですが、それぞれの商品特徴について解説していただけますでしょうか。足元の機材関連はまだまだ無知なため、他におススめの機材がありましたら忘れておしていただけると嬉しいです。先日の動画で取り上げていただいた、プロビデンスのデュアルベースステーションも非常に魅力的だったんですが、近隣の楽器屋に置いておらず、思想ができないため、購入を保留しております。よろしくお願いします。ということで、まあ、 ええと、正直ね、そう、AB ボックスっていうか、ループボックスはね、ちょっとね、買ったのよ、俺、メルカリで <laughs>。あの、別に、正直ね、そんなに、俺はた、なんだろう、ど、どこでもよかったから、えー、ワンコントロールの、え、ループボックスが、あの、ループ、ワンループだったかなってやつが、まあ、ああの、プリアンプとかさ、俺、ここで比較動画出すときに便利かなと思って、えー、AB 切り替えるスイッチャーみたいなやつがね、で、ワンコントロールだったから、もうそれ買ってみようと思って、えー 買ってみたたんで、えー、近々レビューしいいかと思います高校期待、まあでもそんなに俺は別にどこでもいいかなって感じはするけどね。うん、はい、えー。続いて、えー。アクティブベース向けコンプレッサープレアンプのおすすめがあれば教えてください。例えば以前紹介されたワンコントロールレモンイエローコンプレッサーとソニックシルバーピグの組み合わせはリハーサーライブでも実用的で,でしょうか、うん、えっと、アクティブ向けのコンプってのはまあ、えっ、ー、とね、逆に言うとパッシブで あんまり良くないなと思うコンプが、コンプもアクティブで結構いい、えー、効果をもたらすこととかが多いです。例えば MXR のダイナコンプっていうギタリスト的には結構定番的なコンプがあって、この赤い MXR のね、コンプがあるんだけど、あれってパッシブのベースとかにつなぐとちょっと音痩せとか、えー、音が奥引っ込んじゃう感がすごくあるんですよ。 でも、アクティブの、こうなんかこういう出力高い系のやつに、あのダイナコンプ突っ込むと、ちょうどいい、なんかこれの角が取れてちょうど良くなったりするんですよ。だからそういう感じで、あのー、パッシブでちょっと音痩せるねとか奥引っ込んじゃうね系を、もう意外とアクティブだと使えたりします。うん。で、別に、えっ、ー、と、レモンイエローコンプもソニックシルバーベグの組み合わせも全然、リハースターでもライブでも全然実用的で、えー、使えるかと思います。はい。続いて、コッタさッん。 えー、最近、久保さんのレビューしていただいたエフェクトは MXR 買いました。とても参考になりました。ありがとうございます。あいやいやいや、ありがとうございます。はい。まあ、俺に1円も入ってないんだけど、ありがとうございます。はい。えー、今、レモンイエローコンプが気になってるんですが、MXR とつけてしまった、あのコンプ得意の音が全部、えー、MXR で書き消されてしまうのかと心配です。実際のところどうなんでしょうか。えっ、ー、とね、レモンイエローコンプ自体はそんなに癖がないので、確かに MXR をつけると、MXR ってどっちかと,と MXR 感が少し出るのさ。えー、だから、 まあだから、あんまりなんだろう、その MXR のえコンプだよね、買ったのこれ。え多分コンプだよね。M80 かなどっちだろう えー、MXR のコンプとレモイエルコンプ同時に使うとあんまり意味はないかもしれないっていうところ。で、MXR の M80 だったとしたら、まあ多分、そんなに別にレモイエルコンプの存在感はあんまりないと思う。まあ、そもそもレモイエルコンプのあんなもんだから、そんなに存在感はないかなっていう感じ。うん。ちょっとサスティンが伸びるな、みたいな。サスティンモードにすればね。ってところかな。